田川板駅は、福岡県田川市大和田井田にある、九州旅客鉄道、平成築法鉄道の駅である。JR 九州の北彦山線と、平成築法鉄道の井田線、田川線の3両線が乗り入れている。平成築法鉄道の2路線はいずれも当駅が終点である。JR 九州には、自重さん、平成築法鉄道には、HC15 の駅番号が設定されている。 平成築法鉄道の駅については、ディスカウントストア、ママックスを運営する、株式会社ミスターマックスが、ネーミングライツを取得し、2009年4月1日より、愛称付きの駅名が、ママックス、田川板駅となっている。JR 九州時代の田川線、行橋行き来葉471.2番乗り場3.4番、乗り場改札口島式ホームに目に温線を有する、地上駅。 駅本屋側ホームは平成築法鉄道が使用し、もう一方のホームは JR が使用する。両社の線路はつながっている。改札は別々に設置されており、ホームへは地下通路を通っていく。平成築法鉄道、JR 九州ともに、ホームへは階段のみで、エレベーターがなく、車椅子非対応である。JR の駅は、JR 九州鉄道営業が、 駅業務を行う業務委託駅である緑の窓口が設置されている。駅舎は1990年に JR 九州が建設した鉄骨造り3階建てのものでレトロ調の外観で建てられた。その後2016年に田川氏が JR 九州より駅舎を購入した後に田川板駅舎ホテル及び田川板駅舎鉄板焼き神様の宝石でできた料理店。 ジャムと球根と、フラワーと、が開業している。JR 九州2019年度の1日平均乗車人員は643人で、ある。平成地区法鉄道2019年度の1日平均乗降人員は802人で、ある。伊田商店街風地ちやわたぐ石炭、記念公園田川市、コミュニティバス、田川市、コミュニティバス駅前には、田川市と福知町、河原町、 北九州市、福岡市を結ぶ西鉄バス、田川市内を結ぶ田川市、コミュニティバス、田川板駅と大東町各地を結ぶ大仁町コミュニティバスが発着する。田川板駅と田川市が板川市は、昔の伊田町と後藤寺町が合併して発足した市である。市政施行以前から伊田町の中心駅、伊田駅、同じく後藤寺町の中心駅、後藤寺駅が存在していた。 その歴史の経緯から、市政志行以後も田川市の中心地は、伊田地区、後藤寺地区に2分されたままであり、市の中心駅も、伊田駅と後藤寺駅の両方という扱いのため、外部のものには、どちらが中心駅かわからない、田川市の駅なのに、田川を名乗らないのはわかりにくいという意見が絶えなかった。そのため、中心駅として、伊達駅か後藤寺駅のどちらかを、 田川駅にしようという案が浮上。井田後藤寺双方の地元商店街を巻き込んで、どちらが田川駅と名乗るか大論争に発展した。最終的に田川市民にアンケートを取り、様々な検討を重ねて、井田後藤寺の領域名の頭に田川の2文字を付けることが決まり現在の名前に落ち着いた。地元では現在でも井田駅、後藤寺駅のように頭の 田川を省いていうことが多い。現役ビルは1990年に完成した3階建て鉄骨造りの洋風建築であり、JR 九州発の直営駅ビルである。旧駅舎のイメージを踏襲したレトロ調で、開業時には無の愛称で1階はコミュニティフロアとして、駅施設の他銀行や NTT が入居、2階は飲食フロア3階はカルチャーフロアとして、 合計8社のテナントが入居していたが、2010年度までにすべて撤退した。田川市は、田川板駅周辺地区都市再生整備事業の一環として、JR 九州から駅ビルを購入し、ちづくりの拠点として再整備する計画を進行している。田川市の平成26年度予算に、駅舎購入費として1000万円が計上されている。当初は、 市民アンケートをもとにコンビニなどの市民の要望に沿った施設の入居を検討していたが、当時の市長の度重なる方針転換により計画は迷走し、当初の計画は頓挫した。その後市長が変わり、新市政の下で計画が進行されることになった。2016から18年度にエレベーターの設置や老朽化した屋根、外壁改修などの設計、 工事を予定し、合わせて駅前広場や周辺道路の整備も予定している。駅舎の改修は運営を市から委託された企業が行っているが、資金不足のため直営店舗などの開業が遅れ始めた。2019年5月28日、市長は記者会見にて全面開業の目途が立っていないことを認めている。その後、同年9月に、 駅舎ホテル、鉄板焼き料理店が12月に、うどん店、番店が開業し焼き店舗が解消されている。九州の鉄道100年記念市鉄林の轟き九州、鉄道100年祭実行委員会、100年市、編纂部会、九州旅客鉄道、1988年、初版、ありがとうございます。